皆さんこんにちは、世界スポーツのラバーです。さあ本日よりですね、3ヶ月にわたる予選を経てついに世界史オリンピック、ワールドヒストリーオリンピック、略して WHO の東京開催が始まります。さあ世界史オリンピックとはですね、歴史上最も優れた人物を決定しようという競技で、審査員は視聴者の皆さんです。で、政治、軍事、民間の3種目で競っていきますが、本日中継予定のですね、記念すべき最初の種目は政治です。国家の指導者または中枢としての政治的な能力または実績を競います。予選投票していただいた83名の視聴者の皆様、ありがとうございました。投票者1人につき最大5人までふさわしいと思う歴史上の人物に投票でき、2票以上獲得した歴史上の人物が予選突破、本戦出場という扱いになります。実に58名が予選を突破いたしました。さあ本日より始まる本戦は、予選突破者を5人ずつ12組に分けて、1組ごとに動画で各人物を紹介していきますので、歴史に詳しくないという方もこの動画で勉強しながら投票に参加することができます。なおラバーによる1分間の紹介に加えてですね、投票していただいた方々の推しの声も一緒に紹介していきます。そして視聴者投票で各組上位2名ずつが準々決勝へ進出します。はい、それでは早速競技場へとカメラを切り替えましょう。はい、こちらは新国立歴史競技場。今年は新型コロナウイルスの関係でですね、残念ながら観客数を絞った開催にはなりましたけれども、オンライン中継をですね、皆様お楽しみいただければと思います。さあそしてこちら、早速ですね、最初の種目、政治部門の1回戦が行われようとしております。古今東西より実に30カ国余りから58名の選手がここ東京に集結しております。さあ先陣を切る1回戦第1組の組み合わせが発表されております。注目は何といっても予選堂々4位通過の真の始皇帝、5コースに入りましたね。さあそれからですね、我らが地元日本の期待を背負っております徳川家光選手は4コース、こちらも注目です。さあそれでは各選手のパフォーマンスが始まります。ポジションナンバー1 from Russian Empire、さあまず登場しましたエカテリーナ2世選手、ロシア帝国代表、ロマノフ朝第8代皇帝、30年以上にわたって広大なロシアを見事にまとめ上げた最強の女帝の登場です。さあ彼女はもともと北ドイツの小貴族出身、ロシアの皇族に嫁ぐとロシア語を熱心に学ぶなど、ロシアに溶け込む努力をしてロシア人たちをの信頼を得ました。そして夫のピョートル3世が信頼を失って暗殺されると、なんと皇帝に担がれることになります。さあそしてさすがドイツ出身、西欧の先進的な政治を取り入れます。例えば市民の自由や平等などを掲げました。その一方で広大なロシアを治めるためには自己の強大な権力が必要だと、それを正当化しました。いわゆる啓蒙先制君主ですね。まあ、結局政治も反動化して濃度は解放されませんでした。まあ、しかしこれもですね、ロシアという国の現実をうまく踏まえた結果とも言えるでしょう。さあそして彼女は傾きかけていた国家財政を見事に立て直し、さらに地方行政を巧みに整備してロシアという広い国家をまとめ上げます。さらに対外的にも膨張します。ポーランドの分割に参加、さらにオスマン帝国とも戦い、黒海の北岸やワラキア、モルダビアなど今でいうルーマニアの各地を獲得しました。まさにロシアが多民族国家へと成長していく、その礎を築きました。予選投票者の声、ロマノフ朝皇帝においてピョートル大帝以外に大帝の称号を持って呼ばれるのは彼女のみ。有能な将軍を多数抱え、対外戦争に勝利し、ロシア帝国の半島を最大にまで広げた功績は大きいでしょうというのが、羽生氏のご意見です。さあ、見事なパフォーマンスでした。続いては、この男です。ポジションナンバー2、from Republic of Turkey、ムスタファ・ケマル・アタトゥルク。さあ、ムスタファ・ケマル選手、またの名をケマル・パシャ、またアタテュルク、トルコの父という称号も持っています。さあ、トルコ共和国代表、初代大統領であります。さあ彼は衰退するオスマン帝国下で軍人として大活躍、イギリス軍などの上陸を見事阻止、しかし母国は敗北します。さあすると戦勝国たちはオスマン帝国にとって屈辱的、亡国的なセーブル条約を突きつけてきました。さあこれを受け入れるしかないオスマン帝国政府に対し、ケマルは反発する国民たちの先頭に立ち、侵攻してきたギリシャの大軍を撤退させました。さあその結果、戦勝国たちとは改めてローザンヌ条約を結び直し、アナトリア、今でいうトルコの領土を回復、さらに治外法権の撤廃にも成功しました。さらに国内においてもオスマン帝国のスルタンを退位させ、オスマン帝国に代わるトルコ共和国を樹立すると、脱イスラム、そして西洋化、近代化改革を開始していきます。例えばヨーロッパに習った法律の整備や政教分離を進め、さらに女性の権利拡大、ラテン文字の採用、性の創始、そして農業改革などを成功させました。まさに今に至るまでのトルコの独立は、この彼の功績によるところが大きいでしょう。
さあ、予選投票者の声です。現在のトルコ建国の父、教育や政治制度を文字までも改革したためとは、ドクター・ステイン氏。それから、ボロボロのトルコを強気の外交姿勢、それから文化面においても立て直したとは、ディバラ一世氏のご意見です。さあ、続いてはあの鉄の女の登場です。Number 3. From Great Britain. Margaret Thatcher. さあ、マーガレット・サッチャー選手、イギリス代表。さあ、20世紀のイギリス首相としては実に最長の在任期間を誇ります。さあ、彼女は女性かつ中産階級の下層出身という当時としては大きなハンデを克服して、女性としてイギリス初の保守党党首、そして首相にまで上り詰めました。その強硬な保守主義の姿勢から鉄の女と呼ばれました。さあ、かつて世界一の大国だったイギリスですが、当時は財政難と経済停滞に苦しみ、イギリス病と呼ばれていました。そこで彼女は新自由主義という考え方に基づき経済再建を進めます。さあ、具体的にはこれまで政府は公共投資や社会福祉などにたくさんお金を使ってきましたが、その予算を大胆に縮小し、また国営事業の民営化や規制緩和などを進めました。つまり小さな政府を実現して自由競争を促進することで民間を活性化しました。この姿勢はですね、まあ、アメリカのレーガン大統領や日本の中曽根首相などにも大きな影響を与えました。さあ、また対外的には強硬姿勢をとります。アルゼンチンとの領土問題に対してはフォークランド戦争を起こして勝利、さらに北アイルランドのテロに対しても徹底した対決姿勢をとり、大英帝国の栄誉を守りました。また敵対するソ連のゴルバチョフを高く評価し、粘り強い対話によって信頼関係を築きました。これが冷戦の終結を促進したという評価もあります。ただしですね、まあ、新自由主義のデメリットである格差の拡大、それから EU の欧州統合への反発などに対しては、賛否両論があるかもしれません。さあ、予選投票者の声です。鉄の女の異名の通り、冷戦時代を切り抜け、安定したイギリスを維持したとは、アリス氏のご意見でした。続いてはいよいよ日本代表。それもですね、東京出身ということもあって大きな声援を受けます。この男の登場です。Position number 4. From Japan. Tokugawa Ietsu.さあ、登場しました徳川家光選手、日本代表、江戸幕府第3代将軍です。さあ、尊敬するおじいちゃんと一緒に出場するという夢が叶ったと語っておりました。さあ、彼はですね、二代将軍徳川秀忠の嫡子です。しかし弟も優秀でした。後継者争いに見事勝利。しかしお父さんの存命中は実権を握られていました。さあ、お父さんの死後はですね、有能な家臣たちにも支えられ、江戸幕府の体制を固め、200年以上続く平和な江戸時代の基礎を築いたと評価されています。例えば幕府の要職、老中などですね、の配置や権限などをしっかりと定めました。さあ、それからですね、武断政治、厳しい態度で大名たちを強力に統制しました。少しでもルールに背く奴は許さないという姿勢ですね。さらに参勤交代を制度化、さらに多数の軍事力を抱えて大規模な上洛を実施、さらにおじいちゃんの家康を神格化し、日光東照宮を大改築といった形で幕府の権威を大いに高めました。さらに対外的にはキリスト教の禁教を徹底し、島原の乱を鎮圧、そしてポルトガル船の来航を禁止して鎖国体制を確立、ヨーロッパの国の中ではオランダとしか付き合わないという体制を、しっかりと定めました。さあ、これらの政策の是非はいろんな意見がありますし、また彼自身の功績と家臣の功績、どちらの方が大きいのかとは考慮の余地があるかもしれません。さあ、予選の投票者の声です。日本を長い長い眠りにつかせた将軍、幕府の盤石を築き、外国の脅威を遮断したおかげで現代にまで残る日本文化再生の300年を導いたとは、東氏のご意見でした。さあ、最後はですね、ご存知、歴史上初の皇帝、この男です。Position number 5. From Qin. Shi Huang. さあ、始皇帝選手、新代表第31代君主にして初代皇帝です。さあ、彼は真の君主となると文武両面の人材を生かして富国強兵を推進、戦国時代のライバル6カ国を全て彼の手で滅ぼし、500年以上にわたる中国の春秋戦国時代を終わらせました。さあ、そしてその後彼は史上初の中国統一国家を内面からも築き上げていきます。例えば皇帝という称号を初めて考案し、また全国へ軍権制を施行、つまりこれまでは各地の諸侯に自由に統治を任せるのが普通でしたが、彼は中央から官僚を送り込み、全国の中央集権体制を確立しました。さらに民間からの武器を没収したりとか、あるいは全国的に貨幣や度量衡、書体、それから車器、馬車の車輪の幅ですね、などがバラバラだったものを全国的に統一をさせます。さらに思想や言論統制のためには過激な焚書工事を行いました。本を燃やし、学者を土に埋めました。さらに全国へ皇帝の顔を見せるための巡行、そして異民族対策のための万里の長城も建設しました。さあ、この急激な改革と民主への負担がたたり、彼の死後皇帝3代で秦は滅亡してしまいました。とはいえ、今後の中国統一国家の原型となる様々な制度や慣習を作り上げた功績は大きいでしょう。
さあ予選投票者の声たくさん届いています。歴史的に初期の段階で統一国家を作り上げた功績はでかいと思います。キングダム大好きとは応援し、それから中国という国を確立した人物であり、貨幣、奴隷行、文字を統一し法治概念を広めた功績は果てしなく大きいとはブーだろうし、そして最後バラバラだった中国がまとまりを持つきっかけを作った人物、彼がいなければ中国はヨーロッパのように小国が分離していたかもしれないとはイエス・イキリスト氏のご意見でした。さあ以上5名の選手、こうつけがたいパフォーマンスでしたけども、さあこの中で誰が勝ち上がるのかを決めるのは視聴者の皆さんです。さあ皆さんの投票はですね、10月10日の土曜日21時まで受け付けております。当チャンネルのですねコミュニティというところの中にアンケートを投稿しますので、その中から1人を選んで回答をしてください。またこの動画へのコメント大歓迎です。誰々を押しますとかですね、あるいは誰々を押しませんというコメントも誹謗中傷にならない範囲であれば大歓迎でございます。皆さんからの一声がですね、他の投票者の方々の投票を左右するかもしれません。さあこの予選第1組の結果はですね、次回の予選第2組の動画の冒頭でですね、結果を発表したいと思いますので、また1週間後の動画をお待ちください。それでは、さようなら。